はい、どうもです。今日もですね、色塗り企画をして遊んでいきたいと思います。で、今回も鬼滅の刃のキャラクターから特徴を捉えて変えていこうかなと思ってるんですけども、まあ、今まで炭治郎くん、善逸くん、禰豆子ちゃんを変えてきました。で、今回は映画上映を記念するかのごとく煉獄さんの特徴を捉えて少しでも変えていけたらなと。今まで着てる羽織の模様を描いてきたんですけど、ちょっと煉獄さんの中分かりづらかったので、まあ煉獄さんといえば塚のとこ、刀の塚のとこ、あれ描いていこうかなと思います。あと眉毛ですね眉毛やっぱ特徴的なので、眉毛も描けたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは鬼滅の刃のキャラクター煉獄さんを作っていきたいと思うんですけども、描くのは羽織の模様じゃなくて塚のとこですね、剣のところ。あ、秀夫くんありがとうひでくんなんか描いてくれてる。で、今回塚を描くので、そんな人はいらなく、秀夫くんだけでも二人だけでもいける。秀夫くんがね、炎のとこ描いてくれてるのかな。俺ちょっと中を描きます。炎の内側ですな、黄色いところ。塚がちょっとイメージできない人は画像を置いときます。今ちょっと肥料くんに攻撃されたなちょっとはみ出しちゃってもいいかな、これでいいか。で、最後今ね、ヒーロー対ヴィランのインクを使ってるんですけど、まあ色を黄色に変えようかなと。そしたら炎っぽくなるでしょ。赤と黄色ってすごい炎っぽいんですよ。まあ、ここペチ塗りでいいな。引き伸ばしてちょっと大きくしとこうか。頑張れ肥料くん、頑張れ。そう、ペチペチしよう、ペチペチ。これで塗ってんのは新しいですよね。これでも塗れるからな。ちょっと上から見よう。おー、いい。いいんじゃない。ヒリオくん頑張れ。頑張れ、ヒリオくん。ぴょんぴょんしてる。頑張れ、頑張れ。頑張れ、ヒリオくん。ペチペチしてる。めっちゃ暴れてる。おー、逆向きだ。はい、炎をかけたので、今度煉獄さんの眉毛ですね。すごい特徴的な眉毛を作っていきたいと思うんですけど、なんか秀夫くんが全部作ってくれるみたいなので、これ今回見てます。まあ、眉毛は一色だしな。色が2個使わないからさ。一人でもかけるんよ。頑張れ。頑張れ。色頑張れ。いつも不真面目なヒリオくんが絵を真面目に描いてるってだけでもなんかすごい可愛いのに、ピチピチして塗ってるよ。もう俺が代わりにこっちで煽っとく頑張れ、応援しよう。ヒリオー、ヒリオー頑張れ。どこでもドア。お、眉毛ができたぞ。まあこんな感じか。結構早く終わっちゃったので、せっかくなので、鬼滅の鬼の字を書いていこうかなと。鬼滅の木ですね。滅は難しいから、やんない。絶対難しい、滅。難しいってか多分ね、字が太くなっちゃってね、滅書けないだろうな。木だけでも、鬼だけでも書いていこう。あ、もうこれだけでもほら、ギリ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 。繋がっちゃいそうだもん。めっちゃギリギリ。ほら。まあ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 、見てください、鬼滅の木。こっちから見たらもう鬼滅の木よ、鬼よ。いい感じに描けました。ヒデオくんは何描いてるのかちょっと見に行きたいなと思います。あ、うまい。待って、煉獄さんの目なんだけど、すげえ待って、うまい。なにあれ、あんな綺麗に描けんの、目って。うまっ。いや、これうまいわ。びっくりした、ヒデオくんの才能。おおすごい、これ普通に